やっぱり僕はなんか遊びの要素がすごく重要だなと思うんですけどなんかジョイさんから見てこう何て言うかなアイデンティティとかってまあ要するにスポーツって 国とかチームのアイデンティティィを強くしてそれがまあいい側面もあるんですよ、うん、そうするとなんか自分たちはこの地域に住んでるってプライドが出てきたりとかあいい点もあるんですけど、うん、一方で向こうとこっちの違いはすごいクリアに際立たせちゃうところもあってあ<ー>でもアイデンティティによってなんか自分は確かだって思いながら一方でアイデンティティ自体がなんかすごい分断までい,かなきゃいけないけど、うん、亀裂を生むとこもあるじゃないですか。アイデンティ,ティって デジタルでなんかこううまくできないんだろうかって思ったことあるんですけど、うんうんまあ、き昨日は相撲の話聞くるんですけども、うん、あのす,すごいやっぱり真面目だよね。すごいかっこよくてもう鳥肌立つような、うん、ところはあるんだけどもやっぱり日本って遊びが意外に少ないね。でちょっとしたところの中で遊びはある,<え>あるし結構それはそれでかっこいいんだけども、うん、やっぱりあのこう一人一人のアイデンティティーの中に、うんうん、その人のユーマー だからイギリス人なんかはかなり偉い人でも結構遊びがある人たちってスピーチとかで許されてるだけではなくて祀られてる感じがあってすごくやっぱり国によって遊びとヒューマーをどうやってどう表現するかっていうのがあって日本もちろんあるけれども日本はもうちょっとこうなんだろう身内の時に出てくるけれども建前上ではあんまり出さないっていうのはなんかすごく。 あの感じていてい、えー、さっっっき言ってた秩序、えー、やっぱ日本って秩序愛してるよねだから、うん、人間を標準化しようとするしあと結構上からピシッと綺麗に命令に従って動くようなサラリーマンとか工場とか軍隊とかで秩序を保つことがもう最大大事だっていうのでアメリカとか西洋ではもっともっとそこは遊びも含めて個人を出すっていうのはあると思うんですけど。多分 AI とかロボットの時代になると、うん、その秩序の方は意外に機械の方はやってくれるので、うん、もっともっとこう遊びを出さなきゃいけないところでちょっとあので日本ももちろんそのアニメとかいろんなところにこう遊びっぽいものあるけれども、うん、あのネオティニーって言葉、うん、あの使ってると聞いたんですけども、うんはい、やっぱりネオティニーの僕の理解はやっぱりこの子供の,、うん、の要素を持ったままーになる。はいはい、でやっぱりその 遊びとか、うん、あの喜びだとか、うん、楽しみとかっていうのってやっぱり子供って学ぶわけですよね、うん、思ったことと違うことが起きちゃった時って、えー、本当は不愉快なんだけどもそれをこう面白い楽しいと思うっていうのは、うん、この学ぶために新しい情報が入ってくると学びをするのに、うん、その学びたい ためにに面白い,という気持ちにさせてで大人になってくるともう学ぶよりも生産に入るので新しいものを知りたくないから面白いものを追っかけなくなるだからお面白さを感じるっていうのは子供で学んで大人で生産するっていうで今はこう世の中どんどん変わって多様性がこう多くなってると学び続けなきゃいけないのでそうするとこの遊びとか学びが好きな子供たちを の要素を大人のまま残さなきゃいけない時代になってて、はいはい、そこがあの、まあ変なとこ、日本の大人って子供っぽいけど、うん、この社会全体はあの、なんかそこが足りないんじゃないかなす。さっきのも、なんか、まあ、子供の時に、こう、周りの環境をすごい探索して、まあ好奇心を持っていろ,いろ知っていって、うん、あ、だいたいこん、こういう環境かなって思って、そこにフィットして、そして生産に入るみたいな。多分、そういう感じ。はいはい あの昔の農家とか,昔,か昔環境が変わんない時期はある程度覚えちゃえばその後もそれ繰り返せばいいっていう、うん、でも今はもう無理ですよね,ねそれね、うん、この何か柔らかい状態ってまあかなんていうかなこういいなんていうかなまあ形にしっかりなりきらないで柔らかいままいるみたいなのがうん、うん、僕のネオティうのイメージなんです,けどうですよね、うんどうやると いいいんですかかねどうう状その況だらさっき言ってた僕遊びがキーだと思うんですね結局ちっちゃい子って大体みんな遊ぶんですよね。でその子たちもクリエイティブコンフィデンスもあって自分のクリエイティビティにすごい自信があって自分はアーティストだと思ってたりするし何でもトライするじゃないですか。でだんだん大人になっていくと外からこうしなさいっていうのと遊んでないで勉強しなさいって言って。 で、でそんなくだらないじゃんとか言って、うん、クリエイティブコンフィデンス潰されてで、この内在的動機を殺されて、うん、で遊びっていうのはいいことではないってみんな教育されて、うん、そうするとこう、命令従うきちっと動く人間ができるんだけども自分のパッションもなければ内在的も動機もないので、ね、あの、みんなと違うものを学ぶインセンティブもないし、うん、必要以上頑張るひこともしなくなっちゃってそしてその で,でもそれがロボットなんだよね、えー、だから多分何をしなきゃいけないかっていうとこれだからちっちゃい時からだと思うんですけど、うん、そのクリエイティブコンフィデンスをまず潰さないように、うん、自由にクリエイティビティを発揮させるっていうことと、うん、あとはあのこの発達のとこなんだけどもこう外の人が評価するとか、えー、あの親とか先生が言うからやるっていうインセンティブにだから多分ねちょっと細かい話なんですけどこういうスキルは 子必要だよねとほっとくと学ばないよねと学ばせるためにビシビシやろうただビシビシやってると何が起きるかっていうと教育はされるけれどもこの心が殺されちゃうだけど僕教育よりも心をちゃんと発達されて遊びがあって内在的動機があって自信がある子どもを作れば勝手に学ぶと思うんですね。これれ全員じゃないいいいと思うううううんですけども結構そそ子子たたちちがてを作ば ネオテニーがちゃんと保たれる、うん、だからネオテニー殺しを僕今中学校とかでやってるんじゃないかなと思うんですね。でネオテニーはだから昔はこういう使い方が少なかった、ね、あの、うん、あのまあおたまじゃくしみたいなジャイアントたまじゃくしみたいな進化論的に子どもの要素だから人間って肌がツルツルしてるのは、ね、これはやっぱり子どもの要素だから人間はあの他の動物よりも子どもの要素を持ってる。人ソーシャライズするととかか遊ぶとか、うん だけど最近はやっぱりこういうあのディズニーが大好きだったってっうねでウォルト・ディズニーもネオテニーっていう言葉をよく使ってて、えー、その子どもの要素を引っ張り出そうっていうので,、うん、で僕はティモシー・リアリーっていう先生とこのネオテニーの話をずっとして自分の会社ネオテニーって呼んだんですけどネオテニーは、はい、僕らはやっぱりは早く走りたかったんでいろいろ調べていくと結局最後、うん、進化論っていうか二足歩行 なんで,で二足歩行になったんだろうとかうん、うん、人間ってなんだろうっていうのに分析しないとなかなか分かんなかったでその時に多分見つけた言葉で、えー、で,でも確かにこう競技でそのさっきっあのお話しした早くにつ早くにとにかく強くしようとするとなんかその形にカチッとはめた方がいいんですよね。だからさっっっきおっしゃってたのうん、うん、例えば 面白いのがあって柔道って日本は全国大会があったんですけどそれをやめにしたんですよ。でそういう大きな理由があんまり小学生の頃って技がみんな身についてないんで力が強くて大きいと勝てちゃうんですね相手に。でレスリングほどそんなに体重制限も細かくないんでうん、うん、そうするとみんな体を大きくして力で相手をこう潰すって技を覚えてそういう人が強くなるんですけどでその形に要するに最適化されるんですけど。うん でも中高になるとみんな技がだんだん覚えてくるんで力技は通用しなくなくるんですうん、うんで。その時に技を覚えようと思ったらみんな技を覚えててそその小学校の時にチャンピオンになった人は技をそういう方向じゃない方で技を覚えたんで逆に弱くなっちゃうっていうので<ー>だからあ,ある状況ではそうなんだけど次の違う環境になるとその時に覚えちゃった技ことが逆に足かせになったりするのでだから。 ちょっと柔らかいまま置いておくためにあんまり競争を激しくしないために全国大会をやめようってやったんです。な,ね、なんか全国大会が小さい時から全ての競技でこんなにたくさんある国って日本ぐらいでそれも一つのなんかちょっと寝落とにスポーツ界もちょっと寝落と殺しに見えてるんです僕<ー>からすると。るね、でヨーロッパとかは中学校高校まで全国大会禁止にしてる国も結構はあるんですけど、えー、それでもドイツとかそうしてて<え>ワールドカップで。ででこれ分かっ でです多分データをいろいろ取ってまあもう一つはやっぱりどうしても全国大会でサッカーチーム勝たせるっていうとあのレギュラーに教えて補欠は教えないってことになっちゃうんで、うん、まあそういうのでトーナメントも高くなっていくじゃないですかどんどん県で勝って、うん、何とか地方で勝って全国でってなるんで、うん、それを潰すと。 そう当たり戦になってみんな一回試合は出られるようになるからみんなスポーツ楽しめるよねっていうので中高までは禁止にしてるんですねでも十分それでオリンピックもワールドカップも勝ってるんで僕は日本も中学校まで全国大会なくしてもっとたくさんでしかもいろんなスポーツやったらいいなと思ってるんですけどなるほどでもそのいろんなスポーツやる選手ってい,い,いますよねあの僕もか,お面白かったのは アメリカンスクールに行ってたので、うん、アメリカンスクールって日本と違ってあのシ,ーシーズン3つあるので、ね、からあのフットボール部と野球部とレスリング部のキャプテン、うん、全員同じ人だったの、えー、鈴木玲君って言って何、えー、やっても強いんだよね <laughs> でもやっぱりそれが本当のスポーツマンだなと思ってあ<ー>あのでもそれでもその一年中 レッスルにやっててるる日本のの高校に勝てたりするのでやっぱりこういろんなことやるのって大事だよねと思っててそれにだからこれからはちょっとスポーツ以外のことが途中に入るとかアートとかねあそうですよねそ,そういうのも特にやっぱこれから結構データを自分でも理解できないと本当はいろんなデータ取れるようになってるのにうん、うん、まあすごい選手になればサポートがあるんですけどその途中までは自分で自分の体をいっぱいデータ僕らの時にはやっぱり。 地面を踏んでる力がどのくらいかって調べようと思っても取れなかったんですけど、うん、今はいろんなデバイスで取れたりするし心拍数も常時取れるんでそれでちゃんと分析したら自分なりに自分でコーチングできるんでそれはすごい面白いと思うんですけどね。なるほどねででそういうの興味持つ人と持たない人タイプはいるんじゃないですかいますね。ややっっっっぱりココーーチチもさきな自分でててたっていうのを、うん 話聞いたんですけども僕も全然プロのアスリートじゃないんですけども、ええ、そのコーチンとか興味持っててフィンランドのコーチで、うん、で F1 レーシングのコーチってあの全部あの食,食べ物から睡眠からメンタルから全部やってて、うん、すっごい科学的にやってて。うん で最終的に彼はそこで学んだコーチングスキルをこう一般の人たちのこう、うん、ウェルビーングに当てはめててほとんどお医者さんの世界になってるなと思ってたんですけども、えー、なんか医療ともっともっと融合していくんじゃないかなという感じしたんですけども、はいうん、そ,そういうなんか開発とかやってみたいですね、うん、だから、うん、僕らの世界でトレーニングとリハビリテーションって二つ言葉があるんですけどそ,す、ね、それは でも実は全く同じことをやるんですけど例えば膝で膝の周りに大い四頭筋っていうのがあるんですけどそれを強化すると膝のサポートになるんですねバランスよくして。うんうん、で膝がを怪我した後にそこを鍛えてる間はリハビリテーションなんですけど先生痛みがなくなりましたって後にやっていくのはトレーニングなんですよ。だからリハビリテーショントレーニングって同じで多分あの医療、まあ、メ,ディメディカルと コンンディシショニングみたいなななもものもそんな風にシームレスなはずなんですねだけどどうしても医療行為っていうときっちり切らなきゃいけないんで、うん、なんか痛みがあるとか、うんえー、見た感じにまあけしてますとかそういう基準がないと医療にならないんですけどうん、うん、本当は人間の体ってその痛いとか痛くないとかはすごい曖昧なはずで,で、ね、だからそこはもうちょっと混ざった方が本当は人間らしくていいなと思うんですよ。 あのちょっと抑うつが強くなるとあのあの痛みが強くなったりするんですね。うんうん、でそれで体の方の整形外科の人はこれ膝の痛みですって言うんですけどうん、うん、でも心理の側からいくとこれ少し抑うつ傾向があるから痛みが出てますっていうこれも人間って切れないじゃないですかうん、うん、心も体も。だからこういうのもうずっと包括して全体を包んでかつ自分だけじゃなくて自分と。 あの恋人との関係とかも痛みに影響するからなんかそういうもうちょっと全体として人を見るっていうのがこれからまあそれでなんかいろいろ考えて結果やっぱりあの新しいスポーツを作って遊びってところから入って人のなんかより幸福なバランスっていうのが見えるんじゃないかと思ってるんですけど10年ぐらいブータンの選手たちに指導しててそれどういうきっかけだったんですか最初は友人がねブータンにに旅行した時にあの なんかある人と出会ってホームページ日本にないから作ってくれって言われて日本で初のだからブータン旅行する人のためのホームページを僕の友達が作ってたんですよ。で,、ね、で彼に誘われてブータンに行ったらあの陸上競技場が1個しかないんですねブータン。で,で僕そこ見に行きたいって言ったらあのブータン陸上連盟の会長さんがそこにいて<ー>で友達なんか少し話をしてでコーチがいないと。 てててくれないかって言っ言みんなくるくるって言うけど2回目絶対ブータン来ないんだってその人に言われてじゃあ本当に3か月ぐらいに行ってそれから10年間ぐらいずっと選手を指導してるっていう。僕は去年はい国王が日本に来た時に、うんえー、あの紹介してもらって、うん、であの結構彼の悩みとか考えてることとかいろいろ。 いて,てで、うん、彼まだ42歳で28の時にこうこになったんですけども<ー>結構本当にあに国のことを一生懸命考えててうん、うん、でやっぱり昔彼が引き継いだ時はちっちゃくて貧乏で幸せな国だったんだけどもインターネットとかで若い子たちが、うん、世の中に比べて僕らって貧乏なだっなって言うのでうん、うん、だんだん海外に行くようになっちゃってうん、うん、で<こ>彼らを引き止めるために。 やっぱり今までよりも閉鎖的だったのでまた、うん、オープンにしてで技術だとか、うん、新しいもの持ってこなきゃいけないよねとただ持ってくるのにあたってなんかこう西洋のなんか競争とお金の文脈じゃなくて、うん、もっとブータンっぽい、うん、こうサステイナブルでハッピーで仏教なことできないかなっていうことをいろいろ考えていてでそれの新しい都市を作りたいっていうので、うん、まあいろんな人と会って。 会って回ってて回で、まあ、いろんな話して盛り上がってそして僕も彼のいろんな人を紹介して、うん、あの去年いろいろ助けてで12月国家記念日が17日にあるので、えー、その競技場かわかんないけどすっごい大きいところで、えー、3万人集まって、えー、<で>サッカー場でじゃないですか,しかしサッカー場かなサッカー場があるんです、うん、それも1個だけ有名なのがあるんですけど、うん、でそこでみんな集めて、えー、で彼があの 国民にこういう新しい都市を作って外国から人を呼んでこうなんかやるっていうので,<ー>でしかもなんか彼オックスフォードに行って、ね、英語ももちろんじょすごいフルエントで,、はい、で少し英語を混ぜるっていうことも結構年上の人あのブータン人はこいかがなものなみたいになってたんだけれどもやっぱり若い子たちはすごい愛してて、ねうん、それで最後そのコンサートの時にみんな携帯出して<ー>国語にこの「 ライトを向けて、oh. で歌いだして<ー>でみんな,な泣きだして<ー>で国語も泣きだしちゃってでその後発表の後またみんなと僕話してたら、うん、完全にどこにでもついていくみたいなだからこう日本とかアメリカの逆みたいな、うん、もう国がすごい一体化されていて、うん、で,で、まあ、そのビジョンをやろうと。でこの新しいあの都市は結構広い1,000平方キロメートルみたいな、うん、あの 一番ゲレフっていってあのインドに近いエリアで、うん、結構、ねあのまあ、チータとか南の方ですねチータとかあのゾウとかいる <laughs> とかですでそこに高層ビルも建てないで、えー、結構低いビルであの昔からの建築で,、うん、であのデンマークのビアーケ・エングルスっていうあの、うん、結構あ面白い今人気なあの今度六本木五丁目もやるあの建築家がマスタープランを書いて、えー、彼もいて発表して、えーでまあ、そういうプロジェクトがあってで ブータンはやっぱ面白いなあの平和のメジャーメントがあって、うん、であのカーボンネガティブなんだよねで水力発電があって3割自分たち使って7割インドに売って、うん、でまだ何十倍のキャパもあるので、うん、なんかエネルギーもあるしあのサステイナブルだし平和だから、うん、あのなんかゼロから都市を作ろうとしてるサウディとか、えーまあ、ドゥバイみたいなのと 逆で、うん、変なことしなければもういい環境なのでなな、うん、なんかそういう都市開発すごい面白いなと思って、うん、今、まあ、うちの大学,学あの理事長も連れて行って、えー、あの大学の提携もこの間始めたばっかりなんですけどもだからまあ最近なので僕まだ初心者なんですけどいやいや面白い国ででもちょうど同じような悩みスポーツ僕依頼受けたのもやっぱりあの。うんうん 外に開いてそれは良いことだったんだけどいろ、まあ、んな情報も入ってくるしやっぱり少しあの子どもたちがなんか早い段階でちょっと不良になっちゃったりとかうん、うん、そういうことが起きていく中でなんか仲間を作るっていうのと何か一つ打ち込めるものがあるっていうために陸上競技をやりたいっていうふうにおっしゃって<ー>なんか最初に高校高校生だったんですけどみんなもう大学に行って卒業して初めて一人コーチができて。 でそうそうその彼がコーチがこう教えてだからすごいなんかあの礼儀礼儀とか<笑><笑>どこで覚えたかわかんないけど日本に何回か来てたんで <laughs> そういうことを覚えたりしてて、えー、で僕は教えたあのドリル走り方のドリルがあるんですけどそういうのもやっててそれすごい楽しか楽しいですね確かね、うん、名前忘れちゃったんですけどもあの なんか農業の技術を、うんあ「ダッシュー西岡さん」がたかすごい日本人にそうなんか学ぶことに関してなんかもうヒストリーがあるって言ってましたけどそう,そうですね「えダッシュー」っていうのがなんか「s の称号みたいな感じで30年ぐらい一生懸命ブータンのスポーツに尽くしたらもしかしたらもらえるかもって言われて <laughs> いやちょっとそういう下心もありながら <laughs> まあでも大好きな国なんでね。 あじゃあちょっと一緒になんかやりましょういやぜひ、うん、<laughs> さっきおっしゃったような,なんかまあサイエンスが進んでこうとっても自我をはっきりしたある目的に対してアプローチがもうクリアで測定もしっかりあの効果測定もするみたいな,なんか西洋のすごいところもありながら、うん、一方で東洋のこうなんか全体調和的な価値観みたいなのもある気がしてブータンが面白いのもやっぱり、まあ、日本とは違うんだけども まあなんとなく東洋館みたいなものがつながってたりするっていう時にでスポーツの現場がちょうど我々の世代ってその思いっきり日本は科学が足りないっていうのでバーッと突っ走っ走た世代なんですねで一方で途中ぐらいからまあでもなんからしさがなくなるとそれはそれで戦いようがないよねっていうので少し引き戻しがあってまあ揺らいでた世代なんですけどなんかこのもうちょっと第三の道なのか対立するんじゃなくてですねなんかこうっきっぱりきっちりしてる。 なんかこうか世界となんか、うん、ぬるっとしてんだけど全体がこうやるようなものがもう少し作れないだろうかっていうのを思っていてですね、うん、そ,そのあたりってどういうふうに思われますかいや僕もそう思いますそれで、うん、多分あの、まあ、進化論で言うと、えー、まあ戦略とかストラテジーってありますよねと。うん、で例えばあのこう薬で殺せないあの バクテリア、ドラッグレス、うん、ディステントのバクテリアって面白いのはあれって途中からこうそういう機能ができるんじゃなくて<ー>最初からそういういいらがいるんだよね。<ー>で、あの、そして薬で死んじゃうやつが消えちゃうと薬で死なないやつがバッてこう伸びてくるのは<ー>なんかこう、いろんなストラテジーっていうのは存在していて。 で環境の変化によって、うん、その勝ち組のストラテジーが表に出てくる、はいはい、で僕はこの西洋のこう神様が一つと、うん、こう理屈に基づいてきちっとこうなんかコンピートするシステムというのは、うん、これ大量生産と産業革命とベンチャーとかにはすごく向いてる戦略だと思うんですよねだから日本はベンチャーちょっと弱いし、うん、なんかふわっとしてるし、うん、なんか何言ってるか分かんないような国にちょっと保守的な国になっちゃって。 この数百年間はちょっっととストラテジーとしては弱かたただ一方で今回こう AI の時代になって、うん、で AI は最適化は勝手にやってくれるので、うん、あのコンペティションの最適化になると僕はその戦争だった、うん、だイーロン・マスクとあのザッカーバーグが最後なんか総合格闘技しようみたいな <laughs> そんなやつらが AI 作ったらもうとんでもないとこに行っちゃうと思うんですよね、うん。AI がすごく強くく強なってくると、うん このツイッターでの摩擦とか<え>あのい今だから戦争と摩擦とディビジョンが多いのでおーおーそうすると何をしなきゃいけないかっていうとどうやってこう殺し合わないでこう仲良くするかおーおーで仲良くするっていうのはコンペティションがちょっと足引っ張るのでおーおーベンチャーにはよくないけどもこう世の中的にはいいことなのでおーおーだから日本人のこのとか東洋のこの和だとか、うん、曖昧さっていうのは<ー>僕は AI 時代にはすごく重要な。 プロスピだと思うんですね。なるほど。ほどで、そうするとこう日本が作ったシステムとか、うん、まあブータンが作ったシステムが、あのででこれってどうやって勝つかっていうと、わまあ特に若い子なんなんかはニュースを見て、世の中に住んでて、うん、あの嫌な気分になってると思うんですよね。うん、そうするとこうブータンとか日本の漫画とか、うん、いい気持ちになって、うん、でだんだんこうマーケットも 東洋の方に移ってくると思うんですよだからやっぱりすごくみんな今でね面白いのは100年前のアメリカの「ギルデ・デイジ」っていうのがあって、うん、でこれアメリカの南北戦争の後ってすごいギラギラになるんです、ねうん、アメリカ。でその時1850年とか60年なんですけども、はい、でその時あの。 あのピュリタンってボストンとかにいた人たちって結構ストイックな人たちなんですよ。ねえーえー、でこいつらはこのギラギラの <laughs> このギルデ・デージっていかがなもんかってなって、えー、彼は日本見るんですよ。えー、で日本見て仏教いいなって言って、うん、あのキリスト教から仏教に移ったりして、うん、でその当時あの岡倉さんとかが天使とかが日本をアメリカに持って行って、うん、だからちょうどあのこの日本が明治で西洋に向かっていくときく時に、えー アメリカのボストンっってて東洋にも買っていくんですよそれお互い相手をこう見てるんですけどもだからそういう意味で言うと僕はこの今の東洋の仏教の気持ちっていうのは、うん、こうリーダーたちは感じてないけれども、うん、一般の世の中の人たちって、うん、やっぱりこうイスラエル見て、うん、あのウクライナ見て、うん、アメリカのこうスリコンバレー見て必要なんじゃないかなっていう気持ちになるような気がするので,、うん、でそうするとこう自然とこうにこう引っ張り込まれていく、うん 力もあるんじゃないかなという気はするんだよねいい気分っていうのはすごい気分は本当重要ですよなんか、うんうん、やっぱり僕はなんかまあスポーツだったんでその考えていくと結局意識できるあの世界と無意識の世界のバランスなんですよやっぱスポーツ最後うまくいくかどうか。でこの無意識がやっぱ相当でかいなって思うときに、うんうん、無意識は論理的に。 自分からはアプローチしがたくてむしろある環境とかまあなんで僕らは身体的に試合の前とかにある形をとって心の状態をあるなんか調和状態に持っていこうとするんですけどそれはこっちからも心を調和しろって命令しても全然いかなくてむしろある匂いとかある体の形とかあるいつもの素材とかをまとうとそういう状態に入るんですよねだから結構自分っていうのが環境との間にあって。 <laughs> でそれの良い状態ってどの辺だろうっていうのを探るのが最後我々の努力するとこなんですけどうん,、うん、なんかそのなんていうか自分っていう切り離されたもんじゃなくて周りとの環境のあるいい状態を探るっていう努力がすごくなんかあのまあそういう経験があったんでうん、うん、なんとなく引退してから個人じゃなくてなんかその集団っていうか、まあ、全体感みたいなのでスポーツでアプローチできないかって思ったんですけど。うんうん、面白いですね